二人ぼっちのジョーでーす。アンでーす。新桜大戦始めていきたいと思います。やっていきましょう。行きましょう。ガチめに3ヶ月ぶりぐらい。え、そんな？うん、マジマジマジ。そんなぶりですか？最後にやったのが6月中旬なんで3ヶ月ぶりぐらいになります。あの、あれは覚えてる。うん、あの、どこまでやったかは。それでは皆さんご一緒に乾杯。今回は本当にお疲れ様。主君賞はもちろん雨宮さん。いいよ、俺じゃないの。そんなこと。そう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 。勝てたのは神山さんのおかげです。そうですよ。いや、お前は頑張った。頑張れなかったのは私だ。私もです。申し訳ありません。まあまあまあ、動けんかったからしょうがないよ。生き戻ってこられた。それ極論すぎ。初歩もクラリスも結局さ、仮面の人がよく分からなかったんだ。分からず終わったんだよね。まあ多分ラスボスじゃねえ、あれ明らかに。お、誰だっけ。忘れた。スミレさんのお付きの人やんな。失礼します。カオル。皆さんご報告があります。お、何でしょうか。あら、何かしら。何かしら。まずはこちらをご覧ください。はい。これは帳簿？はい、大帝国劇場の資産状況です。なるほど。現状から言えば、帝劇の運用資金がつきました。はは神山隊長の無理。その費用が高くついたのが原因。俺のせい。俺のせいですか。うん。ですが、無限がなければ戦えなかった。分かっています。ですが、それはそれ、これはこれ。どうすんの。カオルさん、資金がないということはもしかして。はい、もしかして。はい、当面お給金は光熱費も食費もゼロです。過酷な労働環境。キャンって言っちゃった。給金はともかく飯抜きだけは嫌だぜ。わ、私の本を売るなんて言わないでくださいね。本ならまだ可愛いわ。なくなっちゃう。困りましたわね。ねえ神山くん、どうしたらいいと思う？どうしたらいい。まあ舞台公演やります。そっちも頑張っていかないとね。ね、お客さんが入れば資金も調達できます。それはいい案ですね。賛成です。ですが、舞台公演を行うにはいろいろと問題が。そうそうそう。そうね、公演を行うにしろ、コウマと戦うにしろ、必要なものが2つある。お金ないのになんかめっちゃいいもん食ってない今の。人は城、国は人なり。たくさんの孤児が言っているでしょ。ほう。つまり人よ。どういうことですか。紹介するわ。世界が誇るスター、アナスタシア・パルマ。え、誰。ここに来れば退屈しないって推したちが言ってたけど。おっと、新キャラ。確かにそうみたいね。ラマラス。メインゴーツ。本当にアナスタシアさん。母国語が有名な人なの。知らないのかよサクラ。世界的に有名な大スターじゃねえか。へえ。皆さん、ごきげんよう。私はアナスタシア・パルマ。帝劇の舞台に招かれるなんて、はいはい、光栄ね。花組の名に恥じぬ働きを約束するわ。給料ないけど。すげえ。優雅ですね。あなたがキャプテン神山かしら。キャプテンなんだ。うわー、右側選びてー。右側選びたいけど、よろしくお願いします。ええ、花組隊長の神山清十郎です。右側選びたい。そう、あなたが先日のコウマとの戦いでは
目覚ましい活躍をされたそう。そうです。私もこの目で見てみたかったわ。アナスタシアさんには花組のスターとして舞台の花を務めてもらいます。いいじゃん、いいじゃん。その臨時じゃなくて、そしてもちろん神が一員として戦いにも加わってもらいます、すげえな。戦いにも大丈夫なのか。もちろんそちらの腕も期待していただいて結構よ。やば、さすがだな。頼りにさせてもらうよ。なんつうか舞台も戦いも一気に戦力倍増って感じだな。舞台はもうオッケーなんじゃない。世界一の演技を間近で見られるなんて、幸せです。ところで支配人、必要なものが2つっておっしゃってましたよね。いやよかった。おっと、もう新キャララッシュ、誰ですか。え、違うか。はあ、ん、はあ、レイジ、お前なんでここに。レイジ、おいおい、なんでとはお言葉だな。もう一つの秘密兵器とは俺のことよ。お友達ですか。ああ、兵学校時代の同期、芝レイジだ。俺が戦術本科、あいつが機構整備科で首席同士だった。ほう、清十郎とはいろいろと張り合ったもんさ。いわば永遠のライバルってやつかな。さあ、何を選ぶ。ライバル。誰が、されへんの間違いだろ。せっかく縁が切れたと思ったのに、なんでまたこんなところまで。相変わらずひどい男だ。こんな奴に隊長が務まるのかね、本当に。うるさい。何なんです。何がいいんですか。悪いんですか。男の人ってよくわかりませんね。で、どうなの、レイジが来て。芝君には技師長として、主に量子戦闘機の整備を担当してもらいます。給料ないけど。他にも舞台や設備の修理もお願いするわね。給料ないけどね。了解しました、スミレさん。ま、お前が来たなら安心だ。しっかり頼む。おう、任せとけ。それじゃあ、私は部屋に戻ります。神山君、後で私のところに来てくれる。今話してくれたら助かるのにな。ではすみれさんの部屋かな。こんなところでいいかい。何、はい、すみません、お片付けを手伝ってもらっちゃって。案が読むかな、ここ、ね、おかげでお客さんが入ってくる時間に間に合いました。いるね、お客さん。はは、いいよ。さて、それじゃあ俺はすみれさんのところへ行ってくる。はい、行ってらっしゃい、神山さん。どこだっけ、二人も、ここじゃない。うん、あ、ここか。そっちか。どうぞ。失礼します。何、わざわざ呼び出して。来ましたわね。はい。ご用は何でしょうか、支配人。あなたの昇進の話。おー、早い。昇進。給料ないけど。ですか。ええ。神山清十郎、あなたを帝国歌劇団特命宣伝部長に任命します。いいように。ありがたく拝命いたします。て、特命。宣伝部長。歌劇団でのお仕事のお話を、宣伝部の部長をお願いしたいの。ねえ、宣伝か。先ほど説明した通り、大帝国劇場は財政の危機にありますわ。この問題を解決しなければ、なんかすげえスイッチある。歌劇団体制に参加すらできない。参加できなければ優勝も何もありませんわ。
あのさ、どうなるんやろ。だから何としても公演を成功させる必要があるのよ。え、爆発？スタートしてアナスタシア・パルマを迎え入れることはできたけど、それだけでは不十分。はい。剣撃を民衆にしっかりとアピールするためには強力な宣伝活動が必要不可欠です。まあまあそうですね。なるほど、理解しました。重要な役目ですね。話が早くて助かるわ。それじゃ早速だけどこれを使ってみて。なになに、これ？え？なにこれ？もしかして何？手堅くいくね。もしかして、うん、宣伝の秘密兵器ですか？いや、スミレさんの好感度落としたくないから。ご名答、きっと気に入ってもらえると思いますわ。どんな道具なのか、ちょっとワクワクしてきたな。その箱を持ってそこにある台の上に乗ってちょうだい。それから箱の赤いボタンを押すのよ。なんかマンホールみたいな。わかりました。ここ？すごいな。行くよ。この台か。落ちるんじゃない？この赤いボタンを押せばいいんですね。いやいやな。そうですわ。やってみていただけますこと。うん、押します。せい。なんだこの格好は。一体どういうこと？どういうこと？カラクリ宣伝人形大帝国劇像、略して劇像くんよ。はあ、ゆるキャラになった。この劇像くんに変身し帝劇を宣伝する。なるほど、それがあなたの新しいお仕事。劇像くん動きにくいし外もよく見えない。いいように使われてる。劇像に変身するためのその台は必要な時必要な場所に設置させるわ。へえ。特命宣伝部長として劇像くんに変身して帝劇をしっかり宣伝してくださいましね。なるほど、すみれさんの仰せのままに全力を尽くします。パオーンが尽くします。宣伝はすみれさんの好感度落とせんから。その姿でほら、あ、マジで。パオーンだよ。あ、マジかよ。あ、もう一回やり直して。え、どうすれば。パオーンだよ。ゾウといえばパオーンですわよ。さあ、行ってごらんなさい。ちょっと恥ずかしいが。パオーン。こうなったらやるしかない。パオーン。素晴らしいですわ、神山くん。これなら心配ありませんわね。こんなんで大丈夫？本当にこれでいいんでしょうか？うん。大丈夫でしょうか？見事な像っぷりでしたわよ。くれぐれも劇像くんのイメージを壊さないようにね。それじゃあ手元にあるボタンを押しなさい。元の姿に戻れますわ。で、今後こういう宣伝活動をやっていきましょう。なんというか、その…すごい仕掛けですね。そうだよ。宣伝姿が変化するなんて。神崎重工トップ技術の結晶ですわ。どうだ、使いどころ完全に。これだからさ、いや、財政難、すみれさんがトップだから。そうなんだよ。最後に一つ、劇像くんの中に神山くんがいることは絶対に秘密よ。お客様の夢を壊すわけにはいかないもの。それに正体を知られていない方が
いろいろと便利なこともありますしね。なるほど。確かに劇蔵君に化ければ普段聞けない情報を集められるかもしれないな。へえ。それでは早速宣伝の任務を命じます。パオー。大帝国劇場ロビーの劇蔵台にて劇場の宣伝を行いなさい。は、宣伝部長として全力を尽くします。行ってきます。すげえ。ふふ、あ、すみれさんか。そんなに肩肘張らなくて大丈夫よ。まずは人の少ないところで試してみましょう。なるほど。そうね、場所はロビーの2階にしましょうか。しっかり練習してきてね、神山くん。それと、何、芝くん？うん。で、待ってくるといいわ。地下の格納庫にいるはずよ。なるほど。よし、じゃあロビーに行くのと、芝くんに会いに行くの。先にロビー行こっかな。2階だもんね。2階に行きましょう。はー、まさかの、あれ、なんか何これ、なんだっけ、青びっくりマーク。あ、この子さ、あー、ほんとだ。うん、もしかしてだけど、はい、もしかしてだけど、さっき高通りすがった人ってあのアナスタシア・パルマじゃないの？そう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 。あ、そうだけど、よく知ってるね。本当に？だって世界的大女優だよ。すごい有名人だよ。もうありったけの金を積んで。もうないからね。あ、まさか世界のスターと定劇で会えるなんて。でもどうして？もしかして、もしかすると、アナスタシアさんが花組に入ったの？そうなの？そうなんでしょ、隊長さん。気になる？いや、それは。ああ、さくらさんとアナスタシアさん共演、なんてすごい奇跡なの。ああ、いつき感激、早く次の公演が見てみたいわ。あ、もうこれだけでもうちょっとこうね、話題になってる。ブロマイド持ってる？もし持ってたら見せて。アナスタシアさんのブロマイドかな、多分。あ、違う、普通のブロマイドってこういうのかい。そう、それ見せて見せて。どれどれ、どんな感じかな。うそ、これって幻の、うん？うん？勝利の喜びじゃない。わかんねえ。あー、ゼミニさんたちも綺麗だけど、隊長のタイガさんもすごい可愛い。いつき感激。もうめちゃめちゃファンだね。ファンだね。はしゃいどるもん、ほら。他の歌劇団にはない独特の魅力があるんだよね。ちょ、なんていうのかわかんないもん。アメリカンな勢いがあるからかな。ブロマイドからでもその雰囲気が伝わってくるね。うんうん、分かってんじゃん、隊長さん。これからはモギリ女王って呼んであげるね。モギってだな、そういえば。こういうの見てるといつか絶対公園に行ってやろうって思うんだよね。ほうほう。ブロマイドって夢が膨らむね。また新しいのが手に入ったら見せてよ。なるほど。なるほど。約束したからね。なるほどね。この収集アイテムをこの子に見せると。あ、あったあったあった。こんなとこでやっていいの？誰も見てない？大丈夫？今だ。これか。支配人の部屋にあったのと同じだな。よし、じゃあ宣伝の仕事始めるか。行こう。何持ってんの？劇蔵君の参上だ。よし、変身完了だ。動くんだ、これで。あとは来てくれたお客さんに劇蔵君でアピールすればいいんだ。へぇ。さて、誰が来てくれるか。不審な声、もしかして侵入者。何？ん？なんだ？お、なんだ？新キャラだ。5人目じゃない？5人目じゃない？5人目か。パオーンとか変な声が聞こえた。もしかしてこれの声。
というか、これは何？劇場くんのからくり像？なんだなんだ。お客さんじゃないようだな。となると、もしかして。もしかして？この望月あさみの目を盗んで像を置くなんて、なかなかやる。望月あさみ。だよね、一人出かけてるって言ってたのじゃない？ああ、言ってたね。出張中だった人が。うん、こんなところに謎のボタンが。やめろ。ボタン？そんなものがついているのか？里の掟42条。え？謎を謎のまま捨ておくな。里のものなの？掟？押すのか？ちょっと待て。ポチッとな。宣伝だ。宣伝だ。大帝国劇場をよろしくね。宣伝？宣伝だよ。関係者に宣伝しても意味はないんだから。ああ、ミスった。うん、わかった。あの、バレてない、バレてない。これはただのからくりぞ。バレてないぞ。なら問題ない。セーフ。声かわいいな、この子。ね、声かわいい。忍者だけど、ね、なんだかいろいろと変な子だったな。あ、終わり？完了？ねえ、やってないよ。花組の隊員に宣伝しても成果は良くないな。成果はないよな。か、これから地道に頑張っていくしかないか。さて、そろそろレイジに会いに行こう。多分格納庫にいるはずだ。よし、ここが格納庫に行くとこかな。地下。おお、すげえ、やってるやってる。ちゃんと仕事してるか。ブラブラしてるやつが言うセリフか。何のようだ。右の選択肢何？これレイジルートあんの？機体の整備状況を聞きに来た。ゲーム実況で。え？治るの？動力となる量子水晶がもう限界だ。あの空間の影響か、完全に使えなくなってる。治せるのか？さくらちゃんの後部だけはなんとか。あつこちゃんとクラリスちゃんのは無理だな。俺の無限はどうなんだ？うん、さすがは最新鋭の量子戦闘機。深刻なダメージは受けていなかった。おお、よかったよかった。部品が届くまでは無理だが、届き次第完璧に仕上げてやるさ。その部品変えるの？よかった。ということは、その部品が届くまでお前は暇なんだな。まあそうなるな。よし、じゃあ舞台装置を先に見てくれ。古い設備のままじゃ公演も思うようにできない。はいはい、わかったよ。舞台ね。もう少し機体の状況を調べてから舞台に取り掛かる。機体と舞台装置についてはレイジに任せておけばよし。ああ見えても腕は確かなやつだからな。さて、それじゃあ部屋に戻って書類仕事でも片付けるか。いや、それとももう少し見回りを続けようかな。ほう。自室に戻る。そっか、じゃあみんながみんな、あの、量子戦闘機にも乗れない状況なんだね。中庭とかあんね。ねえ。めっちゃ気になるんだけど。行ってみていい？うん。わあ、すげえ。中庭だ。お、なんすか、なんすか。おう、隊長さん。この間のコーマとの戦い、すごかったな。ありがとうございます。大体初めて量子戦闘機に乗ったってのに、あんた本当はすんげえ強かったんだな。ありがとうございます。いや、まだまだだ。これからは、ハツコたちの力を貸してもらわないと。ああ、任しとけって。あんたとアナスタシアも増えてよ。これで花組勢ぞろい。コーマなんざ敵じゃねえ。そうだろ？内緒やで。劇蔵くんに内緒、内緒か。劇蔵くんを忘れているぞ。実は、ああ、言っちゃった。言っちゃったよ。じゃあ
な力があるのか教えてくれよ。それは俺たち花組の力を激増させてくれるのか。激増と激増でかけたのか。それでシャレのつもりかよ。100点満点でいいとこ30点だな。寄せでも行って超辛口じゃん。冗談じゃん。なんだよこれ。でも広いね。なんかお客さんも来れんのかな。なんかよくない、ここでサンドイッチとか。素敵だよね。ね。どうしよっかな。部屋に戻るか。切りますか、一回。切りましょうか。一回切りましょうか。はい。じゃあ今回はこの辺で、はい、終わりにしようと思います。新キャラが続々と出てきました ね。パルマさんと謎の忍者とレイジと、あと劇蔵くんも。はい。そうやな。うん。まあちょっと引き続き宣伝活動頑張っていきたいと思います。急にアップになった。はい、やっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。